この動画では緊急時に便利な Google Pixel の使用方法について説明します。緊急 SOS 機能を使用すると緊急通報番号に発信したり、緊急連絡先に現在地情報を通知したり、緊急時に動画を録画したりできます。緊急 SOS は Pixel 3以降に対応していますが、利用できる国や携帯通話会社が制限されている場合があります。緊急 SOS 機能を有効にするには、設定アプリを開いて、緊急情報と緊急通報をタップします。緊急 SOS をタップし、緊急 SOS の使用をオンにして、機能を有効にします。緊急 SOS の際に、Google Pixel からアラーム音を鳴らすかどうかを選択することもできます。この機能を有効にするには、アラーム音を鳴らすをタップします。次に、緊急時に実行する緊急時アクションを選択します。地域の緊急通報番号への緊急 SOS の発信、指定した連絡先との現在地とステータスの共有、緊急時の動画の録画などのアクションを実行できます。緊急 SOS がオンになっているときは、地域の緊急通報番号への自動発信が可能です。複数の緊急通報番号がある地域の場合、デフォルトで警察の電話番号が使用されます。発信する番号を変更したい場合は、緊急通報番号に発信するをタップして番号を入力できます。発信したい電話番号を入力したら OK をタップします。緊急時にリアルタイムの位置情報を共有して更新したい場合は、緊急連絡先と情報を共有するをタップします。ここでどの情報を緊急連絡先と共有するかを選択できます。緊急サービスではリアルタイムの位置情報が必要となるため、位置情報サービスをオンにする必要があります。緊急事態の発生時に Google Pixel で録画を開始することができます。この機能を有効にするには、まず緊急動画の撮影をタップします。次の画面で緊急動画の撮影をタップします。写真と動画の撮影を緊急情報サービスに許可するかどうかを尋ねられたら、アプリの使用時のみをタップします。音声の録音を緊急情報サービスに許可するかどうかを尋ねられた場合も、アプリの使用時のみをタップします。記録した内容を緊急連絡先と自動的に共有する場合は、自動共有をタップします。記録の完了時に共有をキャンセルすることもできます。緊急 SOS がオンになっている場合は、電源ボタンを素早く5回押すと、緊急サービスを開始するためのカウントダウンが始まります。カウントダウン中の画面には、カウントダウン後に開始される緊急サービスの概要が表示されます。アラーム機能を有効にしている場合は、このカウントダウン中にアラームが鳴ります。緊急 SOS を誤って開始した場合は、画面の下部を横にスワイプすることでキャンセルできます。緊急時に便利な Google Pixel の使用方法は以上です。 Google Pixel の使い方について詳しくは、他の動画またはヘルプセンターをご覧ください。